新井さんこんにちは、神ですということで今日はですねグラスコートで意外に強かったキャラ3体っていうのを紹介していきたいなと思います。まず1人目はですねこの左側にいるサーブセラータなんですけど、皆さん使ってますでしょうか。この子最近ね、最近って言ってもまあちょっと前にはなるんですけども強くなったじゃないですか。なのでその時にちょっとだけね増えていたりはしたんですけども、今はほとんど姿を見ないっていう形になっているんですけど、もう今回ねこれを入れてる相手と戦ってすごい苦しめられました。まずまあこの子がどんな能力を持っているかっていうと、まあこの子 SSS まで貯めないと打てないっていう感じのキャラになっているんですけど、まあ普通に SS の溜まる速度が速いです。なんか3打球するまで SS 動画レップとかなんかそういう感じのやつがいっぱいついていたりとかして、あとまあそれプラス初めの SSS を打つまでは副属性ストーム無効ってやつがついているんで、まあたとえね花嫁ミクとか中野一華にスターストームにされてしまったとしてもですね、全然 SS 運営されることなく簡単に SSS を打っていけるっていうのも結構いい点でもありますし、で今ちょっとかかってるかなと思うんですけども、相手に SS を打たれたら15秒間移動系スキルが、まあ、使えない形になります。なので今俺が使ってるセレナがリープできないっていうことになるんですね。それプラスですねこれセレナが、まあ、セレナじゃなくてもなんですけど、普通にこのギミックあるじゃないですか、そこに入ってしまうと15秒間 SS 封印が無効化されます。やばくないですか、15秒間で長いですよね。だって普通のラケットでさ封印できるのって10秒だけやから、それよりも5秒長いね、15秒間も封印することができるっていうのは結構厄介ですし、あとこれが地面ギミックっていうのも結構やらしい点なんですよ。もうこの今の環境においてね、空中向こうよりも地面向こうの方が少なかったりするんで、結構さする相手っていうのは多いんじゃないかなと。特にまあ僕みたいにねセレナを主体とした編成、だからセレナウランとか今結構多いかなと思うんですけども、それに全然勝てないよっていう方でこのセレナ持ってるっていう方はですね使っていただくの結構いいんじゃないかなと思います。でもラケットに関してなんですけど、さっきっていうか相手が持たして赤ラケでいいんじゃないですかね。もう相手が SS を打つまでより先に SSS を打てた方がね多分相手を苦しめれるかなと思いますので、赤ラケを持たせるか、それか色メロラケット、SS GS 打ったら10秒間に SS ゲージが 35% ぐらいまで溜まるっていうやつ。赤ラケはね30秒間かけて 50% まで溜まるっていう感じのラケットになっているんですけど、もちろん赤ラケの方が溜まるんですけども、速度的に言ったら色メロラケの方が早かったりはするんで、でも SSS のキャラやったらなどうなんかなってところはあるんですけども、まあそれは皆さんの好みに一回全部使ってみて、でまあこれ微妙やなと思ったらまた変えたりとかいろいろしていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、続いてはですね今の相手にいるシルビアと、あとニノにもちょっと苦しめられたから、ちょっとだいぶ前のね試合であんま覚えていなかったりはするんですけども、まあ、この2人ですね。ということはそうか、今回のキャラ4体紹介するっていう形になるんかな。でもまあ基本的に2試合目はですねこの対決シルビアに苦しめられました。なかなか強かったですよ。ただまあ対決シルビアで普通に今でも強かったりはするんですけども、まあ、これと同期というか同時に出た対決ルカとサイリーアナゼが強すぎでこの子の印象がめちゃめちゃ薄れてる感はあるっていうのと、あとまあポイント開始時、特殊状態になっていたとしてもね、ポイント開始時に3打球ぐらいしないと強くなれないっていうのがちょっとしたデメリットなんですよ。なので自分がこのシルビア側がサーブの時で、かつまあ相手がねレシーブの時あるじゃないですか、その時にいきなりオンザライン SS を打たれてしまったりとか、その3打球以内になんかボコボコにされてしまうみたいな、そういう恐れがあるからちょっと使ってる人少なかったりするんですけども、そこさえ抜けてしまえばねどんどん強くなっていくんですよ。3打球ごとにどんどんね性能が追加されていて、9打球もしたらもう完璧な状態になってね、まあ、結構厄介な感じの性能になっていくので結構強いっすよ普通にまあ今相手のニノと戦ってるかなと思うんやけど、ニノなマジどうしたらいいかわからんのよな。この子がなんか SS 打って対面してる相手だから、例えばというか今セレナがこっち側がセレナ出してる時に相手ニノを出してニノで SS 打ったかなと思うねんけど、その時はセレナのスタミナダメージが無効になります。その代わりに仲間の体力がなくなるよっていう性能なんですよ。ほら見て、打球すればするほど仲間の体力を削っていくっていう感じになっているので、この SS 打った相手に対して勝つのは結構厳しかったりすると、ただなんかセレナで全然勝てなかったんですけども、とりあえずまあこの子はスタミナダメージ無効になってしまうので、もし相手に音声フランとかいる場合に音声フランに対してこの子で SS 打ってしまうと無限に身代わり状態というかいうね結構厄介な感じになるかなと思いますので、フランに対しては打たない方がいいかな
と思うんですけど、あとまあ体力勝手になくなっていく系のキャラとかに対しては打ったらちょっと損な気はするんですけども、まあ基本的にそんな体力めっちゃ枯れる系のキャラとかいないじゃないですか。ドリンク取ろうが取る前があんまなんていう勝率に関係しないキャラばっかりかなと思いますので、そういうキャラ相手にこうやって戦っていって、でずっとこうやって芋っていくと、まあ失点を絶対しないようにして、 SS が結構厄介な感じになっていて、高バウンド高速カーブロブ、名前忘れたんやけど、まあそんなやつ打つことができるんで、あれの得点力って結構高いんですよ。着弾点見えてたとしてもね、タイミングを合わせないと取ることが結構難しくて、俺もカーブショットとかの方がやっぱ取りやすいんですよ。なのでそれで得点を地道に取っていくっていう感じです。あとまあジャスト打ったらたまに球がパッて速くなる時あるんですけど、まあそれは正直取られるかなと思うんで、今のやつね。だからまあ基本的にはずーっとイモってイモってイモって相手の自分の SS で決めていくっていう感じのキャラになっているんじゃないかなと思います。相手キャラ変えんのかな、ちょっとよくわからんけども、よいしょ、ドリンク取った。あ、そうやね、この子で SS 打ったらね、仲間全体体力200ぐらい回復するみたいな、そういう能力持ってるんですよ。だからこの子でちょっと SS を打とうって思ったって感じですね。ちょっとこれミスってしまったのは非常にもったいないかなと思うんですけども、あれ相手ずっと思ってくるな、それで俺もうこの子について話すことないぞ、性能も別に覚えてないしただなんかこの花嫁コラボ第2弾の花嫁コラボの中で一番使われてないんちゃうかな。いちかはまあ中のいちかはめっちゃ強いやんか。で2のがこれやんね。でミクは最近加工されるか、加工されるぐらい強かったっていうキャラでしょ。で四つ葉もクレーコートで一番の勝率を誇っているっていうキャラになっているし、いつきもね普通にSS 回転率鬼高いし、スインゲラも嘘みたいに広いし、体力枯れないしってことで普通に現役なんで、この子が一番使われてないんじゃないかなと思うんですけども、まあそれでもね使いこなせたらですね結構強かったりするんで、でもただ試合は結構長期戦になってしまうっていうのはちょっとデメリットですかね。なのでまあサクッと終わらせたいというか、なんか学校のさ授業の合間の休み時間10分とかあるじゃないですか。その時にこの子でグラスコートに行ってしまうと、もしかしたらギブせざるを得ない時間かかってしまう可能性があったりするかなと思うんで、まあそれがちょっと微妙かもしれないんですけど、そんぐらいじゃないですかデメリット。あと相手の SS とか普通の球を絶対取っていかなければいけないっていう、まあ守備力がある程度高くないといけないっていうねやつはあるかなと思うんですけど、それであっても結構強いかなと思いますので、よかったら使ってみてください。で続いてはこの対決シルビアっていう感じになっているんですけども、いやマジでね、先ほども言った通りね、初めの3打球ぐらいは弱いんですよ。ほら見て、何も出てない。でこれ連続でね、連続じゃなくてもいいんですけど、その特定の球種を3回打ったらなんかそれに対応した陣が出てくるっていうものになっていて、まあ詳しい性能に関してはシルビアの動画が出てると思うんでね、よかったらそちら見てくれたらなと思うんですけど、例えばまあスライスを3回打ったらああいう最強の陣、もうオンザラインショットとか全部取れるね、めちゃめちゃ広い陣を張ることができるっていう感じになっていて、でスマッシュとスピンとボレー、これは別になんていうの、スピンボレーであってもスピンボレーであってもなんかこのまっすぐの槍みたいに飛んでくるんですけど、まあこれでね結構ノクバギミックっていう感じになっていて、相手を流すことができるし、なんか思っている速いのが飛んできたりするので、それでたまに抜いていけるっていう感じの性能になってるんで結構良かったりします。でこんな感じに飛炎で決められたっていう感じですね。この人はめっちゃ上手かった普通に、うんというわけで、まあ3戦目はですねこのセイヤエクセリアなんですけど、まあこの子最近あんま見なかったじゃないですか。でも最近またね、人気を盛り返してきてるわけですよ。なんせね、この子はなんでおらんくなったかっていうと、まあ、ラインズマンミューエが出たりとか、その前にあれからアピスが出たんやったかな、どっちがさっき忘れたんやけど、とりあえず、この子が強すぎて対策キャラっていうのがね、もうどんどんどんって来ていたわけなんですけども、まあ、最近ね、花嫁ミクが顔を修正されるぐらい、キャラ強くなったじゃないですか。なので、子に負けてしまうキャラっていうのは最近ね減ってきてたわけですよ。で子に負けるキャラっていうのはそのセイヤエクセリアの天敵のキャラやったっていう感じになっているので、まあ今ねちょっと復帰させて、まあ、もう一回使ってみても結構戦えるよねっていうことで最近増えているっていう形になっているかなと思いますので、最近編成悩んでるよって方はですねぜひ入れてみてはいかがでしょうか。ほんでこれ普通に吹き飛ばされたねいやセレナの羽の範囲バカ広いからさ、もうノクマムコートがついてないとマジ詰むよな。でまあ俺はラインズマミュエで戦っていったんやけど、多分同じ PS ぐらいやったらねラインズマミュエの方がね強いと思うんですけど、ちょっと普通に負けてしまったよね。ラインズマミュエで SS 打ったら地面向こうつくから、このなんかつる今出てないけどなんか2つギミック出せるじゃないですか、このエクセリアってね。だからつるつるは効かへんっていう感じになっていて、でこのね氷山みたいなやつもですね SS 打ってから20秒間は祝福っていう感じになってるので、状態以上効かないっていう能力なんですよ。なので全然効かないっていう形
形になるんですけど、なんせ20秒だけなんで、それがちょっと対応なくてね、ほら、こう見て凍っちゃうんすよ。あの、特殊状態ループさせるのって、だいたい30秒ぐらいかかるっていう感じになっているので、まあ、そう、その隙にやられてしまうっていうパターン結構多いので、まあ、でもどっちのがきついんかな、まあ、正直よくわからんけども、全然戦える余地はあるかなと思うんで、ただ俺一時ね、この聖域セリアが多かった時はこのラインズマンミュウエに靴でね凍結無効をつけていたりしたんで、そうやって対策されてしまうと痛い点はあったりするんですけども、まあ、基本的にそんなつけてる人って少ないかなと思うんで、もしまあこの聖域セリアがねこの動画を機に増えたりとかしたら、また話変わってくるかもしれないんですけども、まあそこまで増えなかったらね、そんなんつけるよりかはスインゲで広げたりとかいろいろする人の方が多いかなと思いますので、まあ、そこまで問題はないんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけども、ちょっと考えが甘いですかね、ちょっとわからないですけども、まあ、とりあえずそこそこ強いし、あとまあ普通にフランで対、まあ、フランも一応ね若干対策やったりするんやけど、フランがもう毎回グッド以上で返さないと打ち上げで敗戦でバーン決められてしまったりとかするっていうあれがあったりするんで、まあ、結構なキャラに勝っていけると思うんですよ。結構防御も強いし攻撃もそこそこあるし、でラケットに関してヘリオブライトも出してね、SSL ぶち抜くみたいな、そういうのを意識していただけるといいんじゃないかなと思います。で、今の相手みたいにですね、ラインズマミューと戦うときは、このね、氷山の方を出してください。氷山の方の出し方は、スライスで SS を打つっていうことですかね。ほんで、この紋章にかかったときもスライスで打てば、なるっていう感じやったと思うので、もし違う方ごめんなさい。もし違う方逆でスピンで打つって感じなんですけど、多分スライスだったと思いますので、地面向こうのキャラ相手には、そういうのつけない方がいいっていう感じになっております。はい。で、まあ、これ僕もうすぐ終わるんでね、終わるというか負けてしまうんであれなんですけども、まあ、この辺でこの動画を終わりたいなと思います。今回の動画がなんかためになったと思ったら、ぜひ、高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。